いと思います。うん、ごめんね。はい、大丈夫。うん、血は出てませんね。で、後ろ側も同様ですね。はい、お利口さん。このぐらいかな。あんまりたくさん切れませんけどね。先端を切るような感じです。反対の足も同様ですね。まあ、ちょっとうん、爪が硬いですし、うん、やっぱりね、どうしても切るときに衝撃があるのでピッピッて嫌がりますけれどもね、ちょっと、うん、できればねパッパッと、うん、今ちょっと出血しちゃったのでね、ちょっと血を止めました。はい、あとの指は今のところ出血はなさそうですね。はい、であと最後前の2本ですね。はい、頑張ろうね。はい、大丈夫大丈夫。はい、ごめんね。もう最後の2本もちょっと爪出血しちゃいましたので、うん、まあ基本的にはね、粉多めに取ってもらってこうやって擦り込むような感じでね、止血していただくのが一番安全かと思います。しっかり止血剤が爪のところに入らないと止血できないので、うん、ギュッと詰め込んでもらえばこう、まあ出血は止まってますね。はい、これで終了です。はい。